今回は実存主義の開祖とされるデンマークの哲学者、キルケゴールの死に至る病を読み解いていきます。サルトルの実存主義とは何かを確認した際、実存主義者が一様に否定しているのは神ではなくて、神を前提としてこの世界の法則を解き明かそうとする哲学だと解説させていただきました。スピノザやヘーゲルが具体例として挙げられますが、キルケゴールがとりわけ闘志を燃やしたのはヘーゲルの哲学体系です。ここでいきなり邪道な解説をさせていただきますと、死に至る病を理解するには、バタイユのエロティシズムを読み解くときに用いたこちらの図を思い出していただくと分かりやすいかと思います。バタイユの哲学もヘーゲル哲学のカウンターとしてありますので、通底するものがあるんですね。ヘーゲルは精神現象学において、私たち人間の精神や社会は承認欲求、不足感による闘争ないし、労働によって進化発展していくとしています。もうちょい小難しい言い方をしますと、私たち人間の精神や社会は理想と現実のぶつかり合い、弁証法運動によって進化発展していくとされているんですね。詳細は過去動画で確認していただきたいのですが、全ての原動力、エンジンとなるのは神の意志、理性です。この図で言ったら、右側にフォーカスした理性の哲学体系ということになります。バタイユの哲学はこのカウンターとして、私が私であるための理性を裏切る暴力的な衝動、社会を成り立たせる法律やしきたり、禁止ですね。禁止を乗り越えんとする動物的な本能に着目します。私たちは暴力や死体などを目の当たりにすると、何とも言えない胸クソ悪い感覚を覚えますけど、バタイユによりますと、あのめまいや吐き気に通ずるクラクラした感覚は違反を犯している合図、生きながらにして悲願に渡るための通過儀礼ということになります。悲願とはあの世のことで、この図における左側の領域を指します。哲学的にはあの世といっても、天国や地獄を意味するというより、ざっくばらんに言ってアダムとイブがリンゴをかじる前の状態を指すことがほとんどです。悲願とはつまり、人間が知恵をつける前の段階、言葉以前、意識以前の段階を意味しますので、動物同様に自他の区別がないぐっちゃんこな状態になります。バタイはこれをぐっちゃんこなどと表現せずに連続性と呼んでいるのですが、キルケゴールも同じように連続性という言葉を使用している箇所があるんですね。神がかっている反面、動物的でもあるこの悲願の連続性を信仰と結びつけ、キルケゴールは以下のように述べております。ここさえイメージできれば全体像を一気に把握できるという要所になりますので、ぜひとも引用後の解説まではお付き合いいただければと思います。無論これは精神であることのかなり動物的なあり方なのであるけれども、本質的な連続性であるところの永遠は、人間にこのような連続性を、従って人間が精神として自己を自覚し信仰を持つべきことを要求する。ところが罪人は全く罪の力のもとにあるので、罪の全体的な性格を意識するに至らない。彼は滅びへと連れ去られる途上にあるのである。かくて彼は単に個々の新しい罪だけを感情に入れている。彼はいわば滅びの途上において、これらの個々の新しい罪によって新たに一歩前進するわけである。永遠と連続性を結びつけているのはこの箇所のみなのですが、キルケゴールが悲願を永遠と定義し、本文中で繰り返し言及しているのは間違いありません。キルケゴールは、みんながみんな承認欲求をもとに俗世間を渡り歩いていく中、要するに左から右へ流れていく中、あえてその流れに差を差して永遠と向き合う、左から右へ向き直るあり方のみを是としています。キルケゴールの哲学を解説する際にしばしば持ち出される単独者ないし例外者という概念は、こういったあり方を表したものと解釈して問題ないと思います。引用文の後半は何を言ってるかといったら、嘘ついたりズルしたりすることを罪とし、一つ一つカウントしても意味がない、神に象徴される悲願、永遠ないし真理と言ってもいいでしょうね。こういったものに背いた時点で、その人は24時間365日罪を犯し滅びの途上にあると言っているわけです。ただ私たちは働いて食べていかなくてはなりませんし、場合によっては個人の尊厳や名誉のために戦いを余儀なくされることだってあります。ヘーゲルはこの俗世間を成り立たせる根源的な営みを弁証法運動、理想と現実のせめぎ合いに還元し、個々人の意識、ひいては世界史の法則を体系化しました。図にするとこんな感じ。神の意志、理性から始まって、
ぐるりと円環を描き振り出しに戻っていくのがポイントで、ヘーゲルは弁証法運動の果てに神との合一を説いているのですが、キルケゴールはしかしこれを断固として認めないんですね。私たち人間の精神性が七転八倒の末に神の領域まで進化するという哲学思想を戦慄すべき神の冒涜としております。キルケゴールにしてみれば、弁証法運動なんて永遠から遠ざかるだけの絶望的な栄意以外の何者でもないわけですね。しかりキルケゴールは死に至る病において絶望とは弁証法的なものだと何度も繰り返し述べております。つまりはヘーゲルの指し示した方向を向くこと自体が罪であり、言ってみればヘーゲル哲学の根幹をなす弁証法運動によって絶望が生み出されることになるわけですね。死に至る病とはそもそも絶望の意でして、本書は絶望の種類と特徴を整理した症例集と申しますか、哲学的絶望カタログと言っても過言ではありません。絶望についてどんなことが書かれているか、これはですね、後ほど個別具体的に見ていくといたしまして、もうちょい理論的なところをですね詰めさせてください。キルケゴールは罪の反対は信仰であり、絶望の反対は信仰であるとしています。図にするとこれは一発ですね。ではどうすればベクトルの向きが変わるかといったら、場合によっては絶望が信仰へのきっかけになったり、神の啓示が信仰のきっかけになったりするとしています。これもまあ想像力を働かせればわからないことはない。信仰とはつまり罪や絶望から免れられている状態なわけですね。しかしこの信仰の中身がくせ者でして、死に至る病はおそらく皆さんが思っている以上に排他的な思想ですので、キリスト者であることは大前提になりますが、洗礼を受ければそれでよしという話でもありません。キルケゴールは以下のように述べております。とにかくキリスト教会の外部には絶望したことのないような人間は一人も生きていたことがなかったし、また現に生きてもいないのである。それからキリスト教会の内部でも真実のキリスト者を除けば同様である。人間が全然キリスト者になりきっているのでない限り、キリスト教会内の人間もまた何らかの意味で絶望しているのである。神を信じるとは正気を失うことだとしている箇所もあるにはあるのですが、基本的には愚道者、要するに真理を求めるキリスト者であれということなのだと思います。というのもキルケゴールは信仰を恋愛に見立てて、その価値を弁護したり、その意味を証明したりすることはかえって本質から遠ざかる行為だと述べているんですね。ただ信じるべきであり、もうそれ以上何も付け加えることはないとも述べております。それでもあえて野望を承知で探求してみますと、信仰について以下のように定義している箇所があります。信仰とは自己が自己自身であり、かつあろうと欲するに際して同時に自己自身を自覚的に神に基礎づけることである。ここにある自己自身とはいわば本当の自分です。本当の自分といっても、芸能人になっている自分や誰々と付き合っている自分という欲望まみれの理想像を意味するのではありません。私はしばしばこの世界や自分自身を輪郭づける物語ないし宗教のことをヨスガと表現していますが、キルケゴールは尺度という言葉を用いて以下のように述べております。これまで単に両親を尺度にしていた子供が成人して国家を尺度にするに至るとき自己となる。だがもし自己が神を尺度にするに至るならば、何という無限のアクセントが自己の上に置かれることであろうか。自己が何に対して自己であるかというその相手方がいつも自己を測る尺度である。さらにテンションの高い箇所からも引かせてください。自己はそれが尺度としている等のものと同じ性質のものである。キリストが尺度であるということは、神の側から言えば人間の自己がいかに巨大な実在性を持っているかということの最も力強い保証である。なぜというに、神が人間の目標ないし尺度、あるいは尺度ないし目標であるということは、キリストにおいて初めて真であるからである。ヘーゲルは受肉した神キリストが人として生き死んだことを担保とし、神と人間との合一性を説いた。平たく言って、私たちはキリストと同じ人間なのだから、弁証法運動の果てに神の領域に到達できるとしたというのが私の解釈なんですが、キルケゴールもキリストが人として生まれて死んだことを事実とし、これを
神の側からの巨大な歩み寄りとして重要視しております。ただ先述しました通り、神の領域には絶対に追いつけない、あくまでも尺度とするにとどめよというわけですね。ヘーゲル哲学において、これは不幸な意識という段階になります。死に至る病の解説を読んでいて、ああそういえばこんなんあったわと思い出したんですけど、こちらの図には入れていませんが、共同体精神に至る前に不幸な意識という段階がありまして、キルケゴール哲学はまさしくそれだというんですね。不幸な意識がどういうものか、コジェーブによる解説が大変わかりやすいので引かせていただきます。不幸な意識、これはキリスト教の意識である、これはキリスト教徒の真理であり、これがヘーゲルにとっては宗教者の最も完全な典型となっている。キリスト教徒は何を望むのであろうか。万人と同じようにキリスト教徒も自己を客観化し、自己の理想を実現したいと望む。この理想は実現される限り不足の感情や苦悩となって現れる。だが彼が宗教者にとどまる限り、この理想に至り得ない、あるいはもし望むならば至り得ない限りで彼は宗教者にとどまると言ってもよい。実際自己の理想を実現し客観化するとは、それを他者に、全ての他者に承認せしめることでないならば一体何であろうか。コジェーブは神を信じている限り、私たちが完全なる自己実現、充足に達することはないとも指摘しています。なるほど、死に至る病の内容にドンピシャな意識段階なわけですが、この不幸な意識を解消していく初段階が、つまりは共同体意識から信仰に至る過程だと私は解釈しているんですね。何が言いたいかというと、不幸な意識は共同体精神の前段階に位置しているわけですけど、死に至る病が実際に対象としているのは、いかに自己実現を果たし、というよりこの場合はいかに絶望しですね。社会の中でいかに絶望し、そこからいかに信仰に至るかという広い範囲だということです。以上が大雑把な理論になります。ここから先は後半戦になりまして、では一体どういった絶望があるのか、個別具体的に見ていきたいと思うわけですが、その前にですね、そもそも私たち日本人に有神論的実存主義の血肉化は可能なのかというお話をさせてください。有神論的実存主義は結局のところキリスト教信者でないと血肉化できないのではないかという至極ごもっともな趣旨のコメントを前回の動画でいただきまして、これは実存主義に限らず有神論的な哲学ないし芸術全般に当てはまることだと思うんですけど、ドイツ語やデンマーク語の読み書きができて原書を読めればそれでよしというわけでもないんですよね。物心つく前から周囲はみんなキリスト教徒で、教会があちこちに立っていて、教養ある大人が聖書の内容をそらんじていて、そんな環境で暮らしてようやくわかるかどうかという話なのだと思います。例えばですよ、敬虔なキリスト者でもない人間が真理を求めて俗世間の流れに逆行したとしたらどうでしょうか。尺度とすべき神も持たないまま、そんな暴挙に出るやつがいるのかと大思いになられる方もいらっしゃるかもしれませんが、日本近代文学はこの手の具体例にこと書きません。破滅型と称される私小説の書き手は大体このパターンです。福田恒有が敗戦直後に発表した近代日本文学の系譜から引いてみます。小説を通じて最もよく理解されたヨーロッパの19世紀精神は、その必然的な結果として自己の完成、自我の確立という理想よりは、その過程ないしは在り方としての自己主張、自己拡大の欲望として受け入れられたのである。当然である。神なくして自己の完成とは何であろうか。それが単なる自我主義に出さずに済むわけがなかった。暗号を扱わせていただいた動画で言及しましたが、日本にはもともと俗世間から離れて精神性を磨く伝統がありました。良寛さんしかり、芭蕉しかりですよね。ですから東村や加太といった私小説の先駆者がそのスタイルに習うのは、いわば日本人としての気質みたいなもので、この愚直さはむしろ尊ばれるべき美徳でさえあったかもしれません。問題はこの日本人としての美徳がキリスト教におけるルサンチマン、まあ、弱者や貧者は精神的に優れているんだという支配欲と結託したことです。プロレタリア文学、要はマルクスの唯物史観を取り入れた文学について述べたところからも引かせていただきます。
唯物史観が宗教の面も打破したというのは良いが、キリスト教精神がこれとともに滅んだとするのはヨーロッパを知らぬ日本の唯物論者の愚論に過ぎない。アメリカの物質文明は、そしてソ連の共産性がキリスト教精神と無縁のもの、あるいはその否定のもとに生まれたものと考えるものがあるならば、いや、そう考えている楽天主義者のあまりに大きがゆえに、僕たちの近代は常に強撃と反動との間に船舶な振幅を描きつつ、ついに実ることがなかったのである。マックス・ウェーバーがプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神において、プロテスタントの勤勉さがそのままストイックな資本家の精神に派生していったことを説いておりまして、当チャンネルでも何度か言及させていただいてはいるんですが、それにしても私は引用文中にある楽天主義者だったなぁと反省を強いられた箇所でした。今回数年ぶりに複雑ネアリを読み返したわけなんですけど、こんなこと言っていたのかという新たな発見がたくさんありまして、近いうち私小説に関する動画などリメイクしたいと思った次第なんですが、このように日本語の文献でさえ熟読を何度繰り返しても分かりきることは難しいわけですね。イヴァンやキリスト教の精神、西洋の美徳においてゴヤです。ということで、ここからは死に至る病における絶望の個別具体的な紹介とともに、血肉化する難しさをも合わせてお伝えできたらなと思います。ここまでで死に至る病とは絶望の意義であり、絶望は弁証法的なもの、また信仰の反対であるとともに信仰の入り口ともなりうるものだということを紹介してきました。本腰を入れて確認するにあたって、まずは全ての絶望に通じる核心部分から引かせていただきます。彼が何かについて絶望しているのは、本当は自己自身について絶望しているのであり、そこで自己自身から抜け出ようと欲するのである。かくて支配欲のあるもの、この男の標語は帝王か叱らずんば無であるが、帝王にならない場合、彼はそれについて絶望する。だがそのことの真の意味は別のところにある。すなわち彼は帝王にならなかったがゆえに、彼自身であることが耐えられないのである。だから彼は本当は自己が帝王にならなかったことに絶望しているのではなしに、帝王にならなかった自己自身に絶望しているのである。まさしく理想と現実のせめぎ合いですね。現実の自分が本来そうあるべき自分に追いつけない絶望、この死んでも死にきれない苦悩こそが死に至る病だというわけです。キルケゴールはしかし理想と現実という二項対立を用いません。難解ですが有名なところなので丁寧にやります。キルケゴールによりますと、人間は精神であり、精神は自己であり、自己とは自己自身に関係するところの関係だとされております。問題はこの右辺の関係に何が入るかですが、ここには理想と現実に代わって有限性と無限性、時間的なるものと永遠的なるもの、可能性と必然性といった生族の対立が入ります。多少の力技はご愛嬌ということで、めちゃくちゃ簡単にまとめさせていただきますと、自己自身に関係するところの関係というのは、詰まるところ弁証法運動を言い換えただけなのだと私は思います。で、生族の対立がそのお題テーマになる。整理いたしますと、私たち人間のアイデンティティは弁証法的なものであり、有限性と無限性や可能性と必然性といった生族の関係のアンバランスさで絶望の質が決まってくるというのが私の解釈です。なんとなくなイメージさえ掴んでいただいたら OK なんですけど、例えば三島由紀夫の文学、とりわけ現実よりも理想を最優先させる金閣寺などは有限性の欠如、つまりは地に足がついてないことによって生じる無限性の絶望に分類されると考えられます。他にもサルトルの哲学なんかは、神になり代わる不安や孤独を説いているも同然ですので、永遠的なるものないし、自らの能力や才能といった必然性を無視することで生じる絶望に分類されるといった具合です。三島がどうだとかサルトルがどうだということをキルケゴールが言ってるわけじゃありませんよ。もう時代がそもそも違いますからね。絶望の分類法と申しますか、哲学的絶望カタログの雰囲気だけでもですね、伝わったらそれで大丈夫なところです。ここからはですね、分かりやすさ優先、有限性や必然性といった煩わしいものを抜きにして、私自身が実際にどういった絶望を体験してきたか紹介させてください。私はもともと作家を志
指して上京し、大学院を修了してフリーターになったんですが、ひどく塞ぎ込んだ時に読んで、いくらか救われた心地になった箇所を引かせていただきます。世間の目から見ると冒険は危険である。なぜであるか。冒険には失敗の可能性がつきまとうから。冒険しないこと、それが賢明である。しかも我々は冒険さえすれば容易に失うことのないもの、よし他にいかに多くのものを失おうとも、をかえって冒険をしないために恐ろしいほどやすやすと失うことがあり得るのである。すなわち自己自身を。もし私の冒険が誤っていたとすれば、その時はその時で人生が刑罰によって私を救ってくれるであろう。筆一本で食べていくだけの才能がないことは分かっていたはずなんですが、それでもですね、レールの外に飛び込みさえすればなんとかなるかもしれない、そんな風には思ってました。それまでの努力とささやかな成功体験を無駄にはしたくないというサンクコスト効果とですね、せっかくこの世に生まれ落ちたんだから一切妥協はしたくない、安定と世間体のためだけに定職に就くのは生きながらにして死ぬことだと当時は本気で考えておりまして、つまりはこれが私の宗教だったわけですね。俗物性は精神の一切の規定を書いていて、外然的なるものに終始するので、そこでは可能的なるものにもちょっとばかり場所が与えられている。ところが神に着目するに至るような可能性はそれには欠けている。想像力がないから、俗物的な人間はいつでもそうである。酒屋の主人でも国務大臣でも、彼は世の中がどういうものであるか、何が可能であるか、普通どんなことが起こるものであるかというような、いろいろな経験のある種の通俗的な寄せ集めのうちに生きている。かくて彼は自己自身と神を喪失したのである。こういった調子で死に至る病にはどんなに世間的な成功を収めてもそれは絶望であるという指摘が繰り返しなされます。こうなるともう末期なんですけど、私はいつしか報われなさ加減、どんなに頑張っても一向に実を結ばない絶望と虚無を心密かに誇るようになりました。お前らにはこの辛さがわかんねえだろうみたいな感じですね。いや、分かりたくねえっつうか分かっちゃダメだろっていう感じなんですけど、割と真面目な話をするとですね、これはまさしく愚道精神とルサンチマンの結託、社会に馴染めない自分を誇った私小説作家のメンタリティそのものでした。東村や太宰くらい文明が上がれば自分や世間に対して言い訳も立とうというものですが、私の場合はただのフリーターでしたので、自力で絶望から免れる必要に迫られました。最も確実な方法に思われたのは、国家資格でも取得してレールに乗り直すという選択肢ですね。30代も半ばを過ぎ、今度という今度は本気で諦めようと、蔵書のほとんどを処分して受験勉強に打ち込みました。私本人としては真剣そのものだったんですが、キルケゴールは以下のように述べております。引用文中にある直接的な人間とは、社会的な名誉を追い求めてばかりいた当時の私みたいな人間だと解して問題ないでしょう。これは最低だが、絶望して自己自身とはもっと別の人間でありたいと欲すること、新しい自己でありたいと願うことである。もともと直接的な人間はいかなる自己をも持ってはいない。彼は自己自身を知ってはいない。従ってまた自己自身をそれと見分けることもできない。そこでまた彼の生涯はややもすると冒険に終わることにもなりがちなのである。その直接的な人間が絶望するに至る場合には、もしかしたら自分のならなかったものに、あるいはなり得たのかもしれないと夢見たり願ったりするに至るほどの自己さえもはや彼のもとにはない。そこで彼は別の手段に訴える。彼は全く別の人間になりたいと願うのである。まあ、記念受験とはいえ試験は真面目にやりましたけど、休憩時間中に何を考えていたかと言ったらですね、次の科目のことではなくて江藤淳だとか夏目漱石だとか、その文学のことばかりでして、もう終わる頃にはですね、ああ俺はもう本当にこういう人間なんだなぁと観念しておりました。余談ながら帰り道の途中で竹内優子さんの訃報に接しまして、それでなおさらですね、好きに生きなくちゃダメだと思いました。俺は今までもこれで良かったし、これからもこれでいいんだと思いましたね。とはいえ小説を書く気にはなれないわけですよ。もうこれ以上無駄な努力は1秒たりともしたくないわけです。収益化していなかったとはいえ YouTube はやっていましたので、とりあえず目の前のやれることから始めようと、戦後史の途中からやり直して現在に至ります。死に至る病を読み直して最も染みた箇所をですね、引用させていただきます。
本当の意味で欠けているものは、自分の自己のうちに存する必然的なるもの、自分自身の限界とも呼ばるべきもののもとに頭を下げるところの服従の力である。それゆえに不幸なことは、そのような人間がこの世の中で何にもならなかったということではない。否、彼が自己自身に、彼がそれである自己が全く特定のあるものであり、従って必然的なるものであるということに着目しなかったことが不幸なのである。念のため噛み砕いて表現しておきますと、不幸なのはこの世の中で何者かにならなかったことじゃない。あなたが今のあなたに対してその特別さ、かけがえのなさに全く気づかなかったこと、それが不幸なんだと言っているわけです。で、私はクリスチャンでもなければどこの宗教団体にも政党にも属しておりませんので、うだつが上がらない自分と和解し、クソみたいな人生をですね、特別でかけがえのないものだと思えるようになるためには、神の問題と向き合わなくてはなりませんでした。私はこれまで、あのいびつな優越感から神に関する箇所を読み流し、勝手に分かったつもりになっていたんですけど、その神は小説や漫画の登場人物が身勝手に拝んだり恨んだりする、誠にいい加減な概念に過ぎなかったわけです。それだと夢が叶わない限りは絶望から免れられない理屈になりますし、もし叶ったとしても、より深い絶望が待ち構えていたのではないかと思うんですね。つまるところ遅かれ早かれ、神の問題とは対峙しなくてはならなかった。無神論なら無神論で、ニーチェなのか、サルトルなのか、はたまた禅なのか、とにもかくにも立身出世主義や芸術至上主義以外の自分なりの物語、宗教を構築する必要に迫られたわけです。私の意識としては、ヘーゲルや西田幾太郎を頑張って読み解いて体系化しているつもりなんですけど、専門家や愛好家からすればもう全然わかってない、勝手に作んなという感じでしょうから、もうあらかじめですね、自分で自分の神を作ったと言っているわけですね。それでいいというか、血肉化するとはこういうことなんじゃないかなとも思います。もういい年こいたおっさんなので、単純に大人になっただけなんじゃないかなとも思っていたんですけど、今回キルケゴールですね、読み直して以下のようなところがありました。おそらく人々は年とともに自分の持ち合わせていたわずかばかりの熱情、感情、想像力とわずかばかりの内面性を失う。それから人々は無論また自ら、このことは自ら起こる、何者かに、すなわち世間人特有の処世術に達するのである。良くなったつもりでかえって悪くなっているという、こういう改良された状態に人々は無論年とともに到達するのであるが、さて絶望せる人間はこれを一つの進歩とみなしている。年を取って大人になると言っても、それはうまく流されるようになっただけだというわけですね。一応そういう年の取り方はしないで済んでいるのかなとは思っております。私の場合は具体的に言って、主にこれまで積み上げてきた読書体験になりますが、なるほど、刑罰によって救われるとは、ああでもないこうでもないとあがいた日々そのものに救われるということかと肌身に感じている今日この頃です。といったところで、今回は締めくくらせていただきます。自分語りをですね、またですね、挟んでしまったことで冗長になっている可能性大ですが、それでもですね、最後までご覧くださった視聴者様、誠にありがとうございました。失礼いたします。